山中トンネル。山中トンネルは、福井県道207号今城杉津線の福井県、敦賀市と同県南城郡南越前町の境にあるトンネルである。全長 1194.5 メートル。2016年2月に、県道207号中にある他の旧鉄道トンネルと合わせて、国の登録有形文化財に登録された。信号機が設置されている、井料国トンネル。このトンネルのある、福井県道207号今城杉津線は、北陸トンネル開通前の日本国有鉄道北陸本線の旧ルート間にあった。を踏襲しており、鉄道時代のトンネルが現在も使用されている。山中トンネルはその中でも福井県における南、嶺北を隔てる、峠の一つである山中峠の下を貫いており、この県道のトンネル群の中でも最も重要なトンネルとされている。1996年に起きた北海道の豊浜トンネル落盤事故を受け、1997年から1998年にかけてこれら旧北陸線のトンネル群の補強工事が行われた。路盤の整備とともに照明も設置され、通行しやすくなった。このトンネルは元単線トンネルとはいえ直線で見通しが利くため特に交互通行用の信号機は設置されていない。ただし軽自動車同士でない限りトンネル内部での利用は困難。先入車優先であるためトンネル内で向かい合った場合は後方に近い側が後退することになる。なおすぐ隣の井料国トンネルはカーブで先の見通しが利かないため、交互通行用の信号が設置されている。国道8号と国道365号をつなぐ役割を担う県道だが、偏僻地ということと、何より、先の福井県越前市でこの国道8号と国道365号が交差するという理由で、この道の利用者は非常に少ない。冬季も除雪を行い通行可能としているため、国道476号木の目、峠トンネル開通前は、旧北陸本線、陽源トンネルを経由する敦賀市道と合わせて、抜け道として使われることが多かった。現在も地元の南越前町や敦賀市を日常的に行き来する人にとっては、生活道路として機能している。福井県敦賀市同県南城郡南越前町。ありがとうございます。